はい、本日は 250TR のリアサスですね。リアサスがちょっと分解をしていきたいと思います。ほら、まあ、ずん切りをホームセンターで買ってきて、こんな感じで、で、まあ、外れないように、ネジ止めですね。私は、ちょっとこの丈夫なナイロンの紐を使ってます。まあ、この辺はちょっと自己責任で、外れてバネが圧縮した状態でと外れるとかなり危険だと思うんで、もしされる方は、気をつけてやってください。左右均等に締め込んでいきます。でもここでもう隙間が空いてきたよね。よし、ここにロックナットありますので、これを外していきます。外すというか緩めるね。これ一緒に回っちゃうんで、かなり硬いですね。よし、緩みましたね。これ
ネジロック剤、1回目外す時にネジロック剤がついててかなり硬かったんで、今つけてないんで結構簡単に外れました。であとはもうバネをゆっくり戻してあげて、これだとまあ今バネに傷がつかないんで紐を使ってるんで、まあ安全のためにはちゃんとしたものを使った方がいいとは思います。あ、やっぱまあノーマルで250ぐらいのサスだったらそこまで縮めなければ大丈夫だとは思うんですけども、まあまあ気をつけて真似される方はやってください。これで分解ができました。はい、ご視聴ありがとうございます。